大使3期の方が見つかりました。おっと、相手もこれ威嚇ガオガエンか。こっちは威嚇ガオガエンが解禁されたんで連れてきたんですが、相手もそうかもしんないな。で、レート差が300差ぐらいありますね。僕が上。ちなみにお遊びしたらレートが下がってしまったんで、ちょっとこっからガチでレート上げていきたいと思います。ガオガエン刺さってるんで、それなりに、それなりにというか威嚇が結構活用できそうなの出していきますか。ボルトから入ってのボルトガオガエンまで確定で、ラストが相手の馬車もあたりがちょっと重たいので、レヒレかな。レヒレは具足武者にもまあまあ強いんで、ガオガエンいいな、こいつ。前までガードに頭投げできるポケモンって直キランドぐらいだったんですけど、ガオガエンはかなりガードに強いポケモンなので、投げていけそうですね。これでいいかな。おい。では対戦よろしくお願いします。もうシーズン終盤だからな。今シーズンあんまり勝率が良くないっていうのもあるけど、単純に対戦数が少なすぎるんで、最後の土日でがっつりとね、ポケモンバトルをやっていきましょう。で、ボルトから入る。スカーフボルトは相手のパーティーまあまあ刺さってる。グソクルム社有利対面ですね。ランド投げられても、まあとりあえずはいいか。ここボールチェンで出会い頭してこないやな。まあ、ここメザコール押せるほどの 有利対面じゃないからな。直帰グソクム社とかの可能性もゼロじゃないですかね。あれと300下は言い過ぎだったわ。200ぐらいでしたね。引いてきたガルトか、多分ガルトの可能性があると思ったんで、オッケー。風船ガルト、なるほど。で、ボルトチェンジでしょ。風船ガルトって禁止ないパターンもまあまああると思うんですが、どうなんでしょうか。で、ここがガオガエン。禁止してきそうだな、相手。地震にしとくか。グソクム社とか見てから多分間に合うだろうし、もう自信にしとくか。禁止から入ってくる可能性ありますもんね。もうだよな、読んでるぞ。そのための自信でもあるからな、これは。そう、ガオガエンの Z 技、なぜか接触技扱いなんで、禁止に触れると なんだろう、B じゃねえ、A が下がるんですよね。で、ここでぶっ放しますか。誰に引いてくるかは知らんが、これは痛えぞ。ランドロスでめちゃめちゃ入るからね、ランドにも威嚇が入っちゃうけど、威嚇対決。で、全力の Z 技。麦わら入る。OK、いいダメージ。いいですね。で、ここは、ガオガエまだ残したいんで、レヒレで。相手のガルト結構柔らかいように見えたけど、どうなんでしょうね。ここは地震は少々しづらいはず。トンボ返りあたりをしてくるんじゃないかなと思ってるんですよね。なんでレヒレ、まあ地震を抑えてもこいつ残飯レヒレなんで、ある程度抜け出しはできますね。トンボしてきそうだけどな、なんとなく。あ、ガンプが大きいっけ。それでもいい。これはボルト読みの構造でしょうね。残飯である程度 HP 回復できるんで悪くないと。で、ここは波乗りでいいかな。はい。対空的にはかなり有利。ガンプ、ボルトバック組か。でも相手相当きつくね。僕だって次のターンガルドに挑発するぞ。挑発してボルト出したら勝ちな説がある。まあどうだろうな。グソクムシャをちょっと舐めすぎてるか。まあグソクムシャは毒好きある可能性あるんで、まあ、毒好きじゃ落ちないと思うけど、いや、どうしよっかな。でも、ガルドから来ると思うけどね。でも、グソクム社から来るかな。S 頑張って避けてきたもんね、相手。ギルガルド、でもこれ相手上から行動するだけだから、下から波乗り押すか。そうだね、ガンプ2回食らってるもんな。挑発してやろうかと思ってたけど、あ、そうだね、向こうが先に動くから、これ下から攻撃通るんですよ。シャドウボール食らってあんま入りませんね。で、波乗り落とせるかな。あ、ギリ落ちないか。まあここ仮に聖剣押されても致命傷は負わないんで、ガオガエン致命傷負わないというか一発技耐えるんで、ガオガエン投げるっしょ。
覚が入っていく。おっと、禁止か。うまく決まらない。これはよくての、いやでもこれもな、死んだしボルトで大体勝ちだけど、一応だけど愚足武者が変な方の時に負けないようにリヒーレを残したんですが、ここは自信でよくて引いてきた。まあそうだよね、さっき自信見てるもんな。愚足武者出会い頭打ってくるかな。一応等倍で入りますからね。フレアドライブがおそらく一番入りますよね。半分まで持っていけるかわかんないけど、まあフレアドライブでいいか。 S ちょっと振ってるし、カブ勝ってるはず。オッケー、フレアドライブ通る。これは水技のアクアブレイクあたり押してきたかな。オモンじゃなければ多分危機回避が発動する。あ、オモンか。まあもう OK だったらもうボルトで勝ちなんで、アクブレでも押してるかな。ガオガイン早速活躍してくれましたね。お遊びは終わりだからな。この最後のこの土日はこのガオガインとともにレートバトルを頑張っていきたいと思います。でボルトのせい、あと10万連打で勝ちだよね。もうクソ強者が10万で落ちない可能性、いやないな。仮に落ちなくても引き回避で飛んでいくから、こいつはクソ強者の弱点をしっかりついていこう。ここはだから相手は悪事ぐらいしかやることがないはず。殴られた瞬間にこいつも退場するの決まってるんで、先制で何かできるとしたら、まあ、ガルド捨ててからクソクムシャもあるけど、ないか。オッケー、これで勝ち確ですね。落ちると思うけどね、そもそも。であとはガルドを10万で吹っ飛ばして勝ちと。いいな、やっぱガオガイン使い勝手はなかなか。さっきめっちゃ活躍した試合があって動画化しようと思ったらマイクが入ってなかったんですよね。泣いちゃった。10万ボルトで勝ちと。ご対戦ありがとうございました。相手のガオガインがちょっと気になりましたね。相手も威嚇だったのかな。対戦相手の方が見つかりました。ちょっとレートがかなり悲惨なので頑張っていきたいところで、相手のパーティーがグロスボルト、バシャーモ、チャローダ、マリウリ、ポリツーということで、ガオガインの通りはなかなかですね。ガオハッサム何かかな。これだとバシャーモ重たくなっちゃうんだよな。ハッサムのササリオス結構いいので出していきたいんですよね。ラストはレヒレが一番良さそうではある。バシャーモだけを考えて、気合玉ボルトに壊滅させられるか。これは他に刺さってるポケモンってでもいるか。まあボルトは悪くないけど、うん、でもこれで行くしかないかな。リヒレ以外のポケモン、ラン、いやランドは結局ボルトそんな強くないし、うん、これでいきましょう。では対戦よろしくお願いします。このガオガエンハッサムの並び相手を崩していきたい。一応ガオガエンが威嚇あるんでバシャーモへのごまかしは結構効くんですよ。相手の左3体結構強力な物理ポケモンですけど、ポリゴン2から来た。まあ、これは悪くないですね。ポリ2から来たか。威嚇が入ってトレースか。もしかしてトレースか。威嚇食らっちゃいましたね。ってことはイカ様もまあありそう。ガオガイン一応畑を覚えるんですけど、畑なんか警戒してこないだろうな、トンボ返りで。まあ、格闘技もあるからそこまで考えてどうするかって感じだけど、このターンはな、放電も毒毒もありそうなのがちょっと嫌なところですね。放電イカ様毒、トレースなんで多分放電イカ様毒毒再生とか引いてきたか。一応畑を警戒した感じかな。あっぽいですね。オッケーオッケー、これで一応有利対面がつけた。まあまあ入りますね。4分の1にしては急所か。急所でこれは雑魚だな。でヒレで、まあ、草 Z とかも考慮してないんでね。引いてくるとしたらジャローダかボルトあたり。最悪こいつは一発波乗りが入ってバシャーモのバレパンケネに入ってくれればいいから、
ここは一応ですが Z 警戒とかで一旦守ってくる可能性が高いんですよね。まあアシレルの前とかだと馬車は守れないけど、レヒエの前だったら一応守れるんで、守って様子見の可能性が、うーわそういうやつ、あ落ちるわけねえだろ。これ半分ぐらいしか取んないんじゃないの。全然入んないでしょそれ。半分も入んないわ弱なんで岩 Z 打ってきたんだ。多分なんかを読んだんでしょうけど、落とせそうじゃない。あまあバルパン圏内に入ったんでよしとしましょう。ポリゴン2は最悪相手のポリツに挑発してくれればいいんで、バトンとかあるかな。ここはムーンフォースにしておきますか。一応ですがボルトバックの時にシーダウンが狙える。嫌なのはあのジャローダバック、これ自殺しに来てるからあれだな。ラストポルトレ積もうと思ってんのかな。でも全部切ってるから相手積むって言っても何すんのって感じですもんね。今気合玉とかあるだけでだいぶきついか。あグロス、あオッケーオッケー、だったら大体いけるはず。ただポリゴン2はできれば残したい。ポリゴン2じゃない、リキッドはできるだけ残したい。雷パンチ食らっても別に負けないんで、ここはハッサムバックで神っ神ですね。で相手1回メガ進化出せればガオガイの威嚇が入るようになるんですよね。雷パンチかアイヘですね、ここは。まあガオガインバックも考えたら雷パンチあれば打ってくる場面から一貫はしてるので、自信、おっとこれはまあ対攻めも乗らないし大したダメージだな。まあアイヒヒルミが嫌ですが、ここは羽で相手がここからハサムワンパンする技はメザ炎だけですね。メタグロスは C も高いのでメザ炎を採用する可能性は十分ありえます。ポリゴン2、おそらく威嚇持ちだよな。ここはあやべえ、テクニシャンのままだ。僕メガ1構築の時はハサムっていつもライトメタルにしてるんですけど、今回忘れてましたね。最近リザードンと一緒に入る公式バカだったかな。まあいいや、テクニシャンつってもメザフォローの火力が上がるぐらいでしょ。多分イカサマ持ちだしな、トレースだし。でトンボ返りからレヒレかな。グロス目がしたよね、だから威嚇が入るようになったんだよな、ガオガエンの。放電とかがちょい嫌だけど、まあレヒレでいいでしょう。それかガオガエン出しちゃってもいいか、このターン。ガオガエンもあんま役割ないっちゃないもんな。それレヒレがここでポンと死ぬよりかはガオガエンが出て一発まず耐えるわけだから、これでいいわ。イカサマったら半減だし。威嚇が入って、放電、あ、オッケーオッケー、だったらこれで正解ですね。再生が嫌だけど、ここは一旦 DD ラリアットでいいかな。再生連打してくるかな。レギュラー入るね。まあまあ放電か、あくまで放電。急所麻痺も低い。じゃあ Z 打ちますか。いやーでもこれあんま意味ないよな、これってもう打つしかないか。ここぐらいしか打つタイミングないもんな。再生されそうだけど、あれですよね、放電再生。今のところ麻痺なかった、でも倒せはしないかな。麻痺なかったらワンチャン倒せたかなちょっと思ったんですけど、微妙なとこですね。あ倒してねえわ、だからあんま関係ないですね。でここは高校トンボを決めていきますか。自己再生、はい。イカ様がありそうなのがちょっと嫌なんだよな。ついて動けない、まあしゃあない。トンボ返りで一応ハッサムは剣舞に対してイカ様を打たれても落ちないんですよ。でトンボ返り、でここでヒレでしょ。放電は多分一発耐えるから挑発、自然の怒りを決めていきたい。ここはここは自然の怒りのが絶対にいいはず。クロスバックにも一応対応できるし、まあ、瞑想まで考えたら相手すぐクロス引かないときついですからね。一旦ここは挑発、あ違う、自然の回で、なんで挑発をしてんだよバカかよまあしゃあねえべ。
いや、しゃあないとか言う。だよな、これがあるからさ、自然の怒りでよかったんだよな、今のところ。マジやらかした。まあ、しゃあないわ。何やってんだよ、もう。まあ、まあ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 。ただ、残飯でちょっとずつ回復できてるんで、悪くないといえば悪くないですね。で、ガオガインで威嚇も入れられるんで。で、グロスの前でハッサムは研磨かな。ここ自信をしてくんのかな。あー、なるほどね。まあ、ガオガイン威嚇だけでも仕事してくれたからいいや。さっきも言ったように、ハッサムは研磨に対してイカサマタイトも落ちないんですよ。まあ、ただ、トンボで逃げればいいですね、研磨積んだ後に。強引に突っ張ってくるんだったらあれだけど、ここがもうソードダンスチャンスなんで、チュインチュインしていきますか。研磨で大体イカサマを誘ってレヒレを投げるようなプレイングかな。おっと、全然入んねえぞそれ。じゃあ2枚させてもらうか。もしかしてないのか、あのポリスイカサマが。なかったら割と積んでるからな。相手放電で麻痺させるって言っても限度がありますからね、研磨で。それかトンボ読んだのか今の。ああですね、トンボ読んだ感じだな。まあここ再生の可能性もなくはないです。でもその場合ゴリ押しされて相手負ける可能性もあるから、ここイカ様があればイカ様を押したいはず。仮に放電を押されても別に問題ないですね。もう一回、まあ、これでもう一回フィード展開できるから麻痺んないし、なんなら挑発できてボリゴンズの再生防げるから、それも悪くないと。でトンボ返り、これはさすがに結構入るはず。うん、いいダメージですね。再生ここで押してきたら激強だけど、まさしゃあない。でイカ様だと思うんだけどな、ここドヤ顔イカ様だろ。あ、だよな。でですよ、ここは挑発でいい。ここはもう相手のポリゴンズを回復させなければいいから、ここは挑発でいい、うん、再生させなければいい。ここで打ってくるのかな。 OK で出だ。ここは自然の怒り。おっとポリゴン2、まあこの石だったら確かにどうしようもないもんな。放電急所ワンチャン期待とかですかね。急所でも落ちないと思うけど。いや急所落ちるか、これ急所じゃないっていうか急所だな。いや急所ですね。まあいいや。さっき言ったようにもこのポリゴン2は絶対にハッサムで勝てるんで、さっきも言ってないですね。さっき言ってないけど、まあ、このポリゴン2再生してた時点で勝てるんで、てか飛ばせましたね。あとはあのグロスにレヒレが負けなければ勝ちかな。レヒレじゃないハッサムが負けなければ。言い間違いが多くて大変申し訳ございません。でメタグロスへ。まあ無用でいいかな、ここはアイアンヘッド。おっと無限の活字を狙ってくるでしょうね。これは丁寧にやるか。ハッサムは羽から入りますか。地震アイヘレイパン何かでしょう。雷パンチがあればさっきは打ってきてるんで、うん、満タンまで回復したら研磨して研磨をできるだけ積んで、あのひるませられないようにした方がいい。いやここ研磨でいいわ。レイパンで氷になる可能性もあるもん。そうだね、アイヘヒルミっていうか多分氷になってくるだろう。あそっちか、まあいいでしょう。次は羽で、ここでひるむとちょっと怪しいんだよな。地震で落ちない意識だったら問題ないけど、でここは羽休め。羽した後もうバリパンでガガ殴った方がいいかな。ひるまされるのが嫌だもんな。これひるんだらまずいぞ。 OKOK でここでバリパンに切り替える。したら相手はあこれ相手打っても意味ねえやってことで別の技を押してくるはずなんですよ。でそこに対してトンボを合わせるという形。そこそこ入りますからね、これ研磨積んだら、うん、あそっちに切り替えてきたか。切り替えが早かったな相手。羽しとくか一応。
冷凍パンチ。ここ跳ねして次トンボですね。まあ悠長に見えるかもしれないけど、急所とかを考えるとできるだけ HP は残しておきたいんですよ。冷パンで凍っても HP が残っていれば解ける試行回数も稼げるから、ここはトンボで冷凍パンチ。はい、このトンボが通ればだいぶあと OK。 これでバルパンで飛ぶ圏内に入るかな。あ、そもそもトンボで急所まあなくてもほぼほぼ勝ったんで許してください。はい、対戦ありがとうございました。